どうも、こまちです。今回はこちら、パイクです。まずパイクっていうのは属を表す総称で、原生種は5種、あつ森で釣れるのはノーザンパイクという種で、川カマスとも呼ばれています。北アメリカやシベリア、ヨーロッパなど北半球に広く分布し、湖沼や河川などに生息する大型の淡水魚です。非常に獰猛で凶暴、蛇や水鳥、ネズミ、時には自分の体より大きな獲物まで捕食しちゃいます。繁殖力も強くて、日本では特定外来種に指定されています。ただね、自分より大きな獲物に食らいついて飲み込もうとした時に、大きすぎて喉に詰まっちゃって息ができへんってなって窒息死しちゃうこともある、命知らずのヤンキーな魚なんです。今回は蒔絵を50個用意しました。この魚の蒔絵さの元となるアサリの効率の良い取り方はこちら、概要欄の動画リンクからどうぞ。それでは釣ってまいります。釣れる時期は9月から12月、時間帯はいつでも OK、 場所は川、魚影は特大、ドラドやキングサーモンと同じですね。これは中です。9月に入ったんで、崖の上の場合はゴールデントラウトや大イワナが狙えます。で、大イワナの動画作ろうかな。ティラピア、ダイヤ、魚影ダイですわ。ってことはですよ、おなじみの彼がトポーンとこう出てきますよ。ほらね、うん、出た、この魚影ですわ。これが彼、パイクですわ。おー、いいね。うん、手応えもバッチリ。ドラドがおった、そうか、ドラド釣れるんやったわ。うん、出たけども、もう魚影ハラスメントはやめてくださいよ。パイクでお願いしますよ。どや、どうなんや、ドラド、パイクからのドラド、ちょっとあかんて、ちょっとあかんわ。何があかんて、餌がなくなりました。パイクちゃん、パイクちゃん、頑張って餌100個集めたよ。釣ってやる。ちっちゃい魚へ、出たな、おい。今度君パイクちゃうんか。きっとパイクやろな、あドラドやな。なんで全然釣れんがな。おし、来たね。今度こそお願いします、お願いします、お願いします。おし、来た、パイク来ました。ほっとした、ほっとした。あー、よかった。改めて蒔絵さを100個集めて、21個目なんで、蒔絵餌今回は71個使って、この子釣り上げましたよ。
パイク。なんか言いたくなりません？パイク。パイク。せーの、パイク。誰が言うんや。